お待たせしました。待っててくれた人いるかな？ いるといいな。待っててくれてありがとう。ごめんね。こんばんは。待ってましたって。ありがとう。待っててくれて。お疲れ様です、一日。遠藤さくらです。よろしくお願いします。こんばんはの時間帯だよね。もう6時だし。 なんかすごいいっぱいおにぎりと流れ星と食パンと いっぱいハートと いっぱいいっぱいに。ありがとうございます。わわわ。でも自分の顔が見えないよ。 いっぱいありがとうございます。 ごめんね、ちょっと遅れてしまったんですけど、始めさせていただきます。 ありがとう。何しようかな。 あ、麦帯選手権じゃなくて宿題だ。宿題やります？まず。 宿題は次回のメンバーさんへ春の顔してひろださん。 何？春の顔って分かんないんだけど、春の顔って何だろう。え、何？え、どうすればいいんだろう。 これの絶対恥ずかしいよね。え、何だろう、春の顔って何だろう。え、何だろう、春の顔分かんない。ちょっと待ってね。 春の顔か。え、なんだろう、春の顔どうしよう。すごいな。なんかじゃあ、わかんない、春といえばなんだろうな。じゃあなんか桜を見てる顔。はい。 こんな感じでいいの？大丈夫かな。春の顔です、今の顔が。桜見てました。 あ、オッケーって言ってくれた優しい人がいた。じゃあオッケーだ。 もう一回はしません。もう一回やりました。はい、ありがとうございます、与田さん。 そうよね、春の顔って何が正解なんだろうね。正解なんてないのか。 よかった。はい。そんなら、え、ペース早いのかな。もういっか、やっちゃえ。麦帯選手権。 やります。ですね、今週の競技は「チャンスは平等丸×くじ」です。お、まずはこんあえっとあちゃ待ってごめんね。 じゃん。このボックスの中には丸の紙が3枚、×の紙が1枚入っています。3回のチャンスで3枚とも丸を引き当てることができればご褒美だそうです。なるほどね。くじ3回引くんだけど、あ、×が出た時点で終了なんだって。 OK。 3回、あ、×が出たら失敗。失敗か。
丸を3回引けばいいのね。よし、いきます。せーの。怖っ。私こういうの大丈夫かな。ああ丸怖いねこれ。うんじゃんこんなの。分かんないな、どうなんだろう。うわ怖っ。おお丸。あと1回丸ってこと。よし、行くぞ。怖いよこういうの本当に。お、わーい、丸だー。ということで成功。チャンスが味方してくれました全部丸だということで成功って書けばいいんですよねきっと成功だそうです。月曜日まだ1人目。これって引き当てることができればご褒美って。そうなんだみんな3回丸引けた人はみんなご褒美もらえるんだって。そうだよね、平等だもん。じゃあ私もご褒美いただけるのかしら嬉しい。そうだよね、いつもさみんなで週ごとで競い合ってたから嬉しいな。久しぶりにご褒美かもしれない。やった。よし、以上で終わります。何もらえるんだろうね、わかんないや。こんばんは。昨日ミーグリ行ったよ、ありがとう来てくれてありがとう。今日さ4月8日の月曜日どうだったんだろう。入学式とか新学期とか。なんかね、昨日のミーグリでびっくりするぐらいみんなほとんど明日大学入学式なんです、高校入学式なんです、新学期なんですって、学年上がるんですってみんな報告してくれて。そっか、明日から。そっか、新学期か、学校かと思って。そう聞いてたから今日どうだったかなと思って、みんなすごい緊張したよねきっと。無事終わってたらいいなねえ。ほら今なんか友達と別れちゃったよって来たクラス外かな、そんな時期だ。そうだよね、新学期ってちょっとね、ちょっとね新しい環境にはなるから負担はかかっちゃうからさ。なんか楽しいことがあればいいな。
今日入学式だった。そうだよね。人見知りね。そうね、そうだよね。なんかコメントどれ読めばいいかな。私の曜日っていつぶりだろう。なんかそんな前ではない気がするんだけど、やっぱダメだね、配信消えて緊張しちゃうからさ。あ、社会人になったって。おめでとう。同い年だね。今日桜見たよ。いいな。もうさ、すっかりいっぱい桜が満開ですね。私はお花見はもう行ってないので、毎年お仕事の行き帰りの車から眺めるぐらいかな。綺麗なんじゃないかな今。受験生になりましたって。うわうわ、大変だ勉強。ねえ、桜の季節だね。お花見行きなよ、みんなは。天気がいい日にでも。ててて。雨がすごいって。雨、雨降ってんのか今。一緒には行きません。一緒には行かないな。高校生になるよ。おめでとう、高校生。え、ねえ、ひむ太郎って、ね、あれだよね、解禁されてたよね。日村さんと一緒にウォーキングできることになりました。嬉しすぎる。本当に嬉しい。お話いただいた時嬉しすぎてどうしようかと思った。そう、さっきね、写真が上がったみたいで、そう、日村さんといろんなこと話して、いろんなところを散歩してきたからね、見てほしい。来週ぜひ。私も見なきゃ。楽しすぎてね。またいつかお邪魔したいなって思ってるから、2回目があればね。2回目かなうか分かんないけど。日村さんとウォーキングしたい。というか日村さん、私の作散歩にも来てくれないかな。来てくれないか。来てほしいよね。呼んだら来てくれるって。そうだね。
散歩もね、カレー編見てくれましたか？ちょっと前に、ちょっと前っていうかもう2月ぐらいに公開されたんだけど、カレー美味しかったな。あと7曲とても良かったって、ありがとうございます。ユニット曲だ。あと7曲すごいイントロからおしゃれだよね。またライブで披露するのが楽しみ。あのね、あと7曲でちょっとポイント、聞いてほしいポイントがあるんだけど、曲のもう本当に一番最後にハミングがね2回ぐらい入ってんの。ハミング入ってて、1回目のハミングがカッキーかな、カッキーがハミングしてて、2回目のハミングが私がしてますっていう、ちょっとそこもうっすらうっすら多分流れてるから聞いてほしいなって思う。そこも、あとはもうみんなの歌声だね。それぞれのみんな特徴ある歌声してるので聞き分けるのが楽しいんじゃないかな。なんだ、なんか話すことあるかな。なるほど。そうね。あ、そうだ。なんかライブいっぱいしてました。バースデーライブもだし、サンボマスターさんとの対バンだったり。もう来月には山下さんの卒業コンサートがありますね。なんかあっという間に来ちゃいそうだね、卒コン。今みんなで準備してるけどさ、きっと準備期間もあっという間に過ぎちゃって、あっという間に5月11日12日になってそう。いいライブになるように私たちも精一杯後ろで支えたいと思います。全力でね、背中を支えて背中を見送りたいなと思うな。寂しいけどうん、楽しいライブにすることに頑張ります。あ、そうだね。あとミセスグリーンアップルさんとの対バンも控えています。すごいよね、なんかこうびっくりしちゃって嬉しくて普段さいっぱい曲聴いてるから、私もそのいっぱい楽曲にね助けられてる一人だから、そんな素敵な方々と一緒にライブできるんだって思うと緊張は当たり前にするんだけど私たちも準備を頑張って対バンに向けて練習したいなと思います。めっちゃ貴重だよね。貴重だよ、貴重すぎて。大切に大切に大事に大事にして挑みたいと思います。
そう、あとは6月には、行きます、香港に。 なんか久しぶりに海外行くから、現地でファンの方に会えるのが楽しみだし、美味しいもの今から食べるの楽しみだし、なんかおすすめあったら教えてね、その現地のファンの方、待ってます。久々でもさ、コロナ前はさ、夜明けの3人だったから、カッキーとあやちゃんと私の3人しかさ、4期生はまだいなくて、3人ぼっちで 肩寄せ合ってた覚えがあるけど、もうね、多分いっぱい、今回はどんなメンバーになるかはまだ分かりませんが。ん？決まってるのか？みんなで行けるのが嬉しいです。ワク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 。ね、行ったことない場所はドキドキしますよね。ドキドキしちゃうよ、本当に。もう私ずっとドキドキしてる、本当に。今もドキドキしてるし、ずっと緊張してるわ。恥ずかしいね。あ、前髪、あ、そうだ。前髪切りましたよ、もう。今日の朝のお仕事で切りました。昨日まで長かったんだけどね。そう、一瞬だよ、そう、レアだから。もう一瞬で過ぎちゃった。流してたよ、七三分け。ライブで行きたい国は？そんなのいっぱいあるよ。行きたい、行ってみたい。まださ、海外でライブしたことないところもいっぱいあるけど、でもまず国内で行ったことないところにも行ってみたい。ライブしてない県でもね、したいし、もっと海外行けたらいいなとも思うし。あ、忘れてた、宿題出さないのって今言ってくれた、ありがとう。じゃあ明日のメンバーを発表して宿題を書きます。明日のメンバーは田村真由ちゃんです。はーい、真由ちゃん。何がいいかな、宿題。何がいいかな。まえちゃんだって。何がいいかな。春の顔。春の顔って分かんないよ、難しいもん。ぶりっ子言葉ね。そりゃ上手だけどさ。すんごい可愛い言葉を言ってくれるだろうけどさ、なんかないかな。さくちゃんのモノマネ絶対嫌。絶対まえちゃんは誇張するから嫌。
面白いよね、本当。まえちゃんのこと好きですよ。好き好き大好き。もう5、6年ずっと好き。難しい。何にしよう。何がいいかな。決めらんないよ。告白してもらう？ いいよ、いつも告白してもらってる。いつも愛を伝えてくれるお姉ちゃん。本当いないでしょ。本当に何しよう。ちょっと待って、決まんない決まんない。何してんの。 好きなところ好きなところ あるかな、私の好きなところ。春にしたいこと。そうだね、無難に。春、じゃあね、春にしたいことありますか？やりたいこととか。桜より。 お願いします、まゆちゃん。そんなこんなであと2分ぐらいかな。早いね。スクショタイムしますか？あ、のんのの連載もありがとうございます。本当に嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱい。こうね、だから毎月チェックしてほしいし。 今発売されてるのは表紙なので。 今ね、いろんな駅のさ、窓とか渋谷の看板とかいろんなところに本当に飾ってくださってて、そう、こんな嬉しいことないよ。だから貼られてるあの期間を私も楽しみたいし、皆さんも楽しんでくれたらいいなって思ってる。トン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 。ありがとうございます。終わりかな。見 て。大丈夫だったかな？なんか言い残したことないかな？大丈夫か？そうだよね。宿題も書いてもね。ないよね。なんか、ある？喋り足りないこととか。っていうか、もう30分経っちゃったから終わるんだけど。ごめんなさい、今日はお待たせしてしまって、すごく楽しかったです。ずっと緊張してたから大丈夫だったかな？
よし、じゃあ月曜日みんなお疲れ様でした。あったかいご飯食べて、あったかいお風呂入って、好きな音楽聴いて寝ちゃいましょう。もう寝ちゃおう寝ちゃおう。明日からも本当に一緒に頑張りましょうね。お疲れ様でした。おやすみ。じゃあね、切るね。さよなら。